バスフィッシングワーワー、鼻ほじってましたが、新発売エリー 95MD でついたんやー。7月上旬イン野村ダム、バスリアワとはフロータアルミボートで西ネイルワーワークスを中心にハードベイトを投げまくる動画です。西根さんが大好きな方、チャンネル登録、いいね、よろしくお願いします。天候晴れ、最高気温は多分30度前後だったような気がします。すいません、だいぶ時間が経っておりまして記憶が曖昧です。梅雨の隙間ということでちょっと濁りが強い状況です。で、最上流行きましたが全然釣れなくて、ちょっと下流に下っているところです。エリー 95MD のファーストフィッシュです。やっぱりサイズ関係なく釣れると嬉しいですね。新発売の西根さんのルアーです。少し深く潜れるルアーとしてかなり重宝しそうです。特にこういうリザーバーの地形は水深があるので潜ってほしいなっていう希望があってですね、このルアー今後大活躍するんじゃないかと思っております。で、正直言うとですね、濁りがかなり今日は強いということで、もう少しアピールのですね強めのルアー、僕だったら西根さんで言うたらチッパー DD ブレードとか、ああいうのでこう割とこうカチカチアピールするルアーをですねチョイスしたいところなんですけど、まあとにかく今日はエリー 95MD 発売記念ということで、もう MD を投げたいんだということでですね、ひたすら投げてます MD を。あと余談ですけど、この西根さんのフーディーのこのシャツめちゃくちゃいいです。なんか着まくってと思うのが、まずフードがあるところですね。あ、すみません、友達の PR を。今日は少しが濁りが強いので、アピール強めのルアーということでですね、そういえばエコーがあるじゃないかということで、せっかく釣れたと思ったんですけど、バラしてしまいました。で、超音波マノシ君が作るですね、エコーっていうクジラ型のルアーなんですよ。で、結構波動が強くて。釣れたよ。ほら、このクジラの形して、外に重心移動があるっていう面白いルアーなんですよ、これ。けどやっぱり MD で釣りたいよねっていうことで、また MD に戻します。釣れがかりですね。そう、このフードがあることによってですね、まず日焼け対策ができるっていうのと、あと袖が結構長いんですよ。それがやっぱりね、日焼け、腕のところの日焼け防止にもなっていいんですよ。あと、伸縮性が半端ないんで、結構伸び縮みすごいするんで、動きやすいんですよ。
長袖系はあるけど、長袖とフードがついてるのってあんまな、アメリカのやつとかあるんですけどね、アメリカのやつって結構でかいんで、なんかもう欠かせなくなっちゃってますね。MD の宣伝じゃなくて、このフードのこの服の宣伝になってますね、途中から。水がカフェオレ気味でしょ。ちょっとアピールは弱いんちゃうかなと思ってるんですよね。まあただとりあえずけど、もう MD で釣れたら本日終了。はいはい、本日お疲れ様です。よろしくお願いします。本日は野村ダムに来ました。もう見ての通り快晴ですね。で今日は西根さんから、西根ルアワークスから新発売になったエリー 95MD、 もうかなり投げまくって傷が入りまくってますを、もう今日はひたすら投げまくってました。でまあサイズは全出なかったんですけど、まあ30前後ぐらいのが10何匹ぐらい釣れたかな。釣れました、ありがとうございます。まあ久しぶりの釣りっていうこともあって、まあ数釣れて満足ですね。とりあえずまあ今日は雨がずっと続いてて、かなり濁ってたっていうのもあって、まあ割とこのミノはどっちかっていうと弱めなるわのになるので、アピール力弱いかなと思って、まあ途中クランクベイトとかいろいろ、まあ、波動の強いものとかアピールが強いものに変えたんですけど、まあやっぱこれを投げたいんでしょうね。全然しっくり こず、もうなかなか今日の状況には合ってないかなと思いながらもこれを投げ続けました。ねえ、そうですね、多分濁ってるせいもあってこう追い食いっていうか、こう突き上げ食いみたいな感じ、こう回収時にこう本当直前に抜き上げるっていうか、ルアーを取る直前に食ってきたりとかすることが結構多くて、なんか見えてへんかったのがこう、あ見えたっつってこうバーッと追いかけてきて食ってきたみたいな感じの当たりが結構多かったです。あとはそうですね、とにかくエリー115とかこう、まあショートリップからロングリップになったことによってレンジを潜らせれるので、かなりちょっとバリエーションが増えたかなっていう感じですね。西根さんのルアーバリエーションが増えたかなって感じですね。で最初金黒投げてたんですけど、濁りが強かったので、やっぱなんか金黒やと全然当たりがなくて、まあいつもの大好きなっていうか、多分石根さんのルアーの中で一番よく釣ってるカラー、ホログラムスメルトのカラーにしたら結構ボコボコ釣れるようになって、やっぱこの色いいですね。強くもなくけど、この優しいフラッシングがやっぱりいいのか、こういう濁りの時も効いてくれますね。はい、ということで、まあサイズは出なかったんですけど、相当数数が釣れたのと、まあ、当たりを得られたので、まあ楽しい釣りができました。また引き続きこのエリー 95MD を投げまくりたいと思います。本日もご視聴ありがとうございました。西根さん好きな方はチャンネル登録よろしくね。ではまた、さよなら。
牛尾さんはアメリカで頑張ってます。コアンガラ参戦されたい方、ぜひインスタグラムをフォローしてください。ハードベイト、クランクベイト、ニシネルアワークスが好きな方はチャンネル登録よろしくよろしくよろしくお願いいたします。